よし、じゃあ続きやっていきましょうということでよろしくお願いしますと。さて、じゃあ出かけましょうということで、どうすればいいんだろう。鈴木先生のとこ行けばいいのかな。鈴木先生のとこに行くんだとしたらあと10、もうちょい時間かかるな。じゃあちょっと待ってようか。さて、じゃあラブレターを書かせていただきまして、とうとう告白と愛なるわけでございますな。楽しみじゃないですか。電車がちょうど通ってんだな。これ電車そんな頻繁に通すよ。ほいほいは？ほい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 じゃなくて、じゃなくてこれか。ありがたやありがたや。どういうこと？え、どもども、うちの生徒がお世話になりました。あなたがドキンちゃんにチューしてくれたおかげであの子も元気に登校し始めました。ああよかったよかった。さとみのことを観察してましてね。うん、あの子の報告をまとめて図解にしておきました。図解？まずいよ。なんだこれ、なんだこれ。地中世界、あ、こういうのがあるのか。地中世界とか我々の社会構造よく分かる。校長とかいう、うわ、地玉中職員が一番下だ。もう地獄だな。校長先生は神様です。我々職員は日々生徒たちのために頑張っております。なんてことだ、地獄だ。あの子の図解、あ、まずい。あ、ちょっと中を完全に見てる。カワズのフィギュアみたいになってる。右 1.6 左 1.8 乙女のハート。口は悪い、悪いね。安物な、安物っていうのは 50m 走6秒、早い。女の子にしてはかなり早い。お言葉1、あー、これはお言葉は全部見たやつだね。社長って偉いのかと。で、ラブレター書かせてくれ。ラブレター、あれ、ラブレターは、ラブレター書かせてくれよ。あ、これでいいのか。おやおや、噂のエッチマン真央くんいらっしゃい。調子はどうですか。恋について教えて。恋文書きたいっす。これだな。そんじゃ恋文書きましょうか。おー、とうとう書けるぞ。ほいほい、どれ。おー、書いてる書いてる。里見へ今日にゃん、里見へ今日お前の部屋に。はい、やった、良いラブレター手に入れた。やった、やったやった、良いラブレター手に入れたぞ。はい、良いラブレターですね。よく書けました。花丸をあげますよ。ちゃんとポストに出してくるんですよ。あ、ポストに出せばいいのか。よーし、ポストでいいの。手渡しした方がいいね。てか告白ってさ、なんか LINE とか手紙じゃなくてさ、直接やった方が人には響く、そう思ってしまう。そんなことも思ったりします。どうなんだろうね。でも実際なんか最近はもう LINE で告白するのがなんか学生の中でトレンドみたいな感じだけど、女子的にはやっぱり直接言えよなって感じになるよね。さて、そうしたらここに良いラブレターを入れると、これでもう鈴木先生からはクレームも入らないだろう。おやおや、あれ、クレーム入ったぞ。ふざけんなよ。良いラブレターをこのポスターに出してしまいましたね。え、このポストでは彼女の心には届きませんよ。は、どういうこと、どういうこと。ティルルルじゃなくて24時間配送。なんでポストに出せっつったじゃん。直は、やっぱ直渡ししないとダメだったってこと。え、どういうこと。これもう一回道夫に話聞きに行くか。おい道夫、ふざけんなよ。ポストに出せっつったのお前だろ。里見に直渡ししてみるか。良いラブレター、はい、良いラブレター、それがどうかしたの。おい、嘘だろ、嘘だろ、なんでやねん。なんで。あれ、なんか集まってる。校長先生、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 校長先生。え、北町中の職員諸君、待って、パパ、パパ、嘘、パパが校長先生だったの。お疲れ様でした、誠にありがとうございました。わしはとても嬉しいぞ、皆さんの協力で。自慢の息子の真央が町で噂のエッチマンと呼ばれるまでに成長したのだ。え、もしかして俺を育てるためにみんななんかいろいろやってたってこと。おめでとうございます校長先生。さすが校長先生の息子さんじゃ。彼は私たちのことを悪い大人だと思ってるのではないかしら。思ってるよ。だとしたら私悲しいわ。あ、じゃ全部演技だったの。線路に置き石したり高架下を物で塞いだりしたからな。
さぞかし悪い奴らだと思われてるだろうな。盗んだり奪ったり、顔がもうみんな同じ顔なんだ。もう眉間のシワの寄り方が完全にピッコロだからな、全員。蹴ったりどついたり、私たちって銭に汚い最悪の大人よね。まあそれは間違いないし、俺も銭に汚い大人だから気持ちはわかる。ノープロブルムじゃ、岩田先生。言うなれば我々は人生における反面教、反面教師って大事だな。こいつみたいにはならねえって思うと本当にそうならないからね。反面教師って大事だけど、反面教師になったものっていうのは大体クズ野郎だからあんまり意味がないんだよね。正しい言葉しことを言うばかりが教育じゃないぞ。人の振り見て我が振り直せ。めでたしめでたしじゃ。でも人の振り見て我が振りってなかなか直せないもんでね。でもまだ物語は終わりじゃない。そうよね、最後の試練が、ま、最後の試練。そうですよ、この穴の底にあるあの子のポストに良いラブレターを出さない限り、え、あの子に愛は伝わらないのですから。しかし鈴木先生、彼はこの穴を見つけることができる。あ、これじゃあわざと掘ってたんだ、いじけてるふりして。見つけたとして、彼はあの子の心の底まで降りて行けますかね。何、その心の底が地中に埋まってるの。マグマダイバーするしかない。タフになったとはいえまだまだ青いからな。ネタバレ。来たぞ来たぞ、マオだぞ、隠れろ。嘘だろこいつら。おい、親父が一番びっくりだわ。お前親父、お前なんかハテナだな。危険、遊ぶな危険、くるくる回す乗り物、ブランコの4倍危険と言われています。確かにもうなくなったからな、あれ揺れるね。でお前もろ見えじゃん。おいっす。無視する、こいつら全員無視する。なんだこんなところで何してるんだ、奇遇だな魔王。ふざけんな。心の底だって。穴発見、覗いてみよう。あ、地中人の、とても深そうだ。もっと覗き込もう。もっと覗き込んでみた。あまりに間抜けすぎないか。首が取れた、パパ。うわうわー、え、待って、そのメカニズムでいくと俺もそういう体の形になってる気がするんだけど。うわー、落ちちゃうよー。なんだこの不思議の国のアリスみたいな世界観。終始地獄みたいな世界観してたが、これがあれか、里見の心の奥 そこか。でも家出しちゃってるからな、だいぶメンタルには来てんだろうな。おー、なんかあるし、なんか普通になんか、なんだこの、やだな、この非常灯が光ってるの。なんかお化け屋敷入ったけど非常灯光ってると急に現実に引き戻されるみたいな、そんな感じあるよね。すげえ、急にドラゴンクエストファイナルファンタジーみたいな空気感になるじゃない。鉄の戸だな、戸がやっぱ重い。なんだこれ気持ち悪い。石焼き芋、焼きたてほっかほかの、うぃー、俺の頭はどれだ。酔っ払っちまって、どれが本当の顔か思い出せねえ。怖すぎる世界観が。魔王よく来たな、お前の顔覚えてねえぞ。酒の飲みすぎて芋になっちまった。なんで芋焼酎しか飲んでなかったのか。助けてくれ魔王、魔王、ほっかほっか、ウィー。これ左から2番目じゃね、左、一番左違う、これも目が怖い、真ん中なんか点ある、これも違う、これなんかんちょんぼりちょんぼりってのはこれでしょ、これだよ。俺か、俺でいいのか、いいと思う。へへへ、これ里見の心の中のお父さん顔なくなっちゃうの、はめて、あ、こんな顔だった。へへ、当たり。なんだと、どういう世界観かわかんないけど、意外と露骨に外れが多かったな。ゆり酒とかあるじゃん、松とか、これな、なんか常連さんが名前とか書いてな。うわすげえ、なにこれ、騙し絵みたいになってるけど、石の川明美、誰の彼だわ。次は、あ、なにこれ、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンだ、エヴァンゲリオン、おめでとうおめでとう。あ、歌うし、腹ひれほろがれ、はらひ、あ、ちょ、ワンパク間違えちゃった。これライブでやると吐きそうになるやつ。あ、これまだ入りませんみたいな。トゥトゥトゥ、はらひれ、まだでした。トゥトゥトゥ、はらひれ、ほろはれ、はらひれ、ほろはれ、はらへ。この歌普通にいい曲で好きなんだけど。
ちょっと聞いてみようか。俺あんまりうるさいと邪魔でしょ。ラヒー好きなんかドラえもんみたいなポケットついてんな。割烹着ってやつか。なんか着物の上にああいうあれ重ねるのいいよな。これライブで言えば7曲目ぐらいに持ってくる、ちょっと一回みんなヒートアップした後に落ち着かせる タイミングでやるやつだよなでしっとりして、あの前の方の女の子とか泣き出しちゃう。もうカメラ振るねー。ラスは花ひれ、あれラスサビ静粛に、何ラスサビ、ラスサビだったのに、怖っ、何これ。これより鳥山骨太郎殺鳥事件審議を始めまする。まあそんなこと言ったらな、俺らだって生きるために食ってるんだ。早速ですが判決を言い渡します。速急すぎるよ。嵐山ゆりは殺鳥罪で有罪焼き鳥に焼き人間の刑に処する。ちゃんと怖いじゃない、世界観が。へえじゃない、意義あり。デリン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 。裁判所の判決に異議を申し立てるので、判決というか判決の前にそういう異議を唱えさせてもらう。特別に人間の世界から証人を呼び出し、人間にも鳥にも公平な裁判を行いましょう。証人尋問を始めます。証人が証言した言葉は全て証拠になります。弁護人は都合の悪い人物には質問しないこともできます。最初の証人出てきなさい。あー、これもしかして証言して次の人お願いします。これあれじゃない、焼き鳥好きなのはスモバーちゃんと、スモバーと、あとあれだ、あのナス、ナスとスモバーが、ナスとスモバーに証言させればいいでしょ。これポリスなんか絶対ダメだよ、カスカスって言うから。ダンディもダメ、多分ダンディもダメ。スモバーと、他にいるのかな、スモバーと。なんかユリの名刺見せた時に褒めて、あ、スモバーいける、スモバーいける。スモバーに証言してくれ。ここは一つ私にも証言させてくれ。私は苦い食べ物が、苦い、焦げてるんだ。ユリの焼き鳥は焦げ臭いから好きじゃ。ユリは焼き鳥の名人じゃよ。ひゃひゃひゃ。よし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 。あとナスだ、あとナス、ナス。ナスこい、ナス。あ、レオダメ。レオは同級生。でも同級生だから、でもレオは自分の星に走るタイプの人だから、基本的にレオには証言させない。あとナスよ、ナス。あ、バタヤもダメ。基本的にみんなまずいって言ってた気がするんだよな、確か。どんどん追い出されるじゃん。承認承認。あとは、あ、ナス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 。よし、いいぞ。じゃあナスお願い。くっくっく、ユリの焼き鳥かい、かなりいい味してるね。焦げた焼きナスと同じ味焦げた焼きナス、それはもう焼き切ってもう全部にげ味しかしないやつ。もうこれで終わりでいいよ、あとは終わり。あーダメダメ、このだんだ旦那なんかダメだよ。お前せっかくさっき顔見つけてやったのによ、芋人間になったところ俺が助けてやったのに。あーどうだろう、こファンなんだよな、ファンなんだけど、いやでもお中元だけど、でもあどうだろう、証言してもらおうか。僕はゆりちゃんのファンだったんだな、ギリでお歳暮を送ってる、ギリ今は何とも思ってない。焼き鳥、あーしまった、ゆりなんか死刑、おざけんな、やっべ、うわダメージでけえ15か、しまったな、お前ざけんな、ギリで中元送ってたの最悪。まあでも全ての関係者が証人として出張、トントン、人間たちの意見にも考慮を入れて判決を言い渡します。許しがたい罪であるが、2人の証言を考慮したところ、鳥を殺すだけでなく美味しく料理していたという事実が判明した。よし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 。よって免罪の余地あり、被告は無罪放免。免罪の余地があるのに無罪放免になるの、なかなかすごい結果を急ぐねこの裁判。まだあんのかな、パパとママの話したから。どうですかこれで新世界は。なんかこういう裏通りっぽい感じの空気感嫌いじゃない。ここのなんか絶対エロい店じゃん、ここエロい店だけど、もう完全に常連さんが いついてるから、俺の入る余地はない感じの空気感出してくるタイプのやつじゃん。おいおい、何猫、にゃんこ、
デカニャンコ怖すぎ。我が輩はミキネコである。名前はない。あ、隣にいた子か。ていうか周りから見られてんの怖。俺様が最後の門番である。スフィンクス的なあれか。マオが俺様の里見に。あ、俺様の里見。あ、俺の里見だが、ふざけんなよ。色目を使っていたのを知っているぞ。あ、無理やりチューもしました。薄汚えないドブネズミめ。これ言っていいの、ジャファーだけなのよ。俺様の後ろにある最後の扉を開けたいのにやら。鬼山のイチャモンにも似合えてみろ。てなわけで、生き残り、鶴亀イチャモンクイズ。クイズを20問外れるとお仕置き。生き残ったらここを通してやるにや。それでは第1問。三丁目の空き地の地主は誰？地主は、あ、坪安じゃね？坪安が仕切ってるから。正解？当たり、危ねえ。第2問。ヤブ医者の電話番号は何？ヤニヤニだった気がする。ヤニヤニ。ヤニヤニはどう？当たり、オッケー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 。それでは第3問、やるやる。鶴釜一の長寿のスモモばあちゃん、本当の年齢を正確にしてるのはバタヤンだけ。バタヤン脇。つまりスモモばあちゃんは何歳だ？バタヤンがね、言ってたのはね、300じゃないな。バタヤンが言ってたのね、あー思い出せねえ。バタヤンが言ってたのはね、違う、100じゃない。128か129。129、外れ。ダメか、痛い。これダメージはでかすぎ。ダメージやば。それでは第4問、年齢当てクイズ。ユリは何歳だ？ユリはユリでしょ。ユリだから40か41のどっちか。41かな。41当たり、オッケーオッケーオッケー。第4問、年齢当てクイズ。坪安は何歳だ？坪安はユリちゃんのファンで55か60だったと思うんだよ。55でどう？55歳で当たり。お、俺すごくない？第6問。でもあと14問、15問。鶴亀電鉄鶴亀駅の始発は5時半か6時。5時半。5時半でどう？当たり、よっしゃよっしゃ。それでは第7問、映画初夏の物語の脚本。初夏の物語の脚本は知らないけど、嵐山五郎じゃないくて、谷口、見たことないもんな。だから見たことないから藤田か黒田なんだよ。黒田にしてみよう。ダメか、いてえ。めっちゃむずくない？いやー、それでは第8問、年齢当てクイズ。バタヤンは30、30、30、30、あったらあったら、29、28とかの。第9問、電柱の姿が学校の先生の本名は山田伝。オッケーオッケー。このなんか外れてるみたいな、ミガーンっていう。年齢当てクイズ、里見は何歳だ？里見って何歳だ？里見、あー、でも俺が中学生、12は小6か、14とか。14で、あ、合ってた。14歳の女の子に俺は無理やり、まあでも俺も中学生だからセーフ。第11問、ところで俺はお前が嫌いだ。なんでそんなこと言うの？だがお前についてはお前より詳しい。は、マジで？すげえ、俺より、自分より知ってるんだ。そこで問題です。マオの体重は何キロ？55だったと思った。55、確か体重計乗ったもんな。当たり、オッケー。それでは第12問、坪安が飼っている犬の名前は、ロッキー。おいおい、ちょろいぜ、へいへいへい。それでは第13問、居酒屋横の鳥小屋に鳥は何匹いるでしょう？知らないよ、そんなの知らないよ。これ何匹だろう。いっぱいいるんだよな。10とか、10。あ、違うか、くそ、いてえ、あと3しかない、やばい。第14問、この4人は全員難病です。誰の病名が一番長いでしょうか？病名、ポリス、わかんねえ。坪安、病名知らねえ。あ、
これダンディに名刺渡さないと見れないのか、これうわこれわかんねえ。つぼやす、ダメか、くそーやられた。うわこれダメか、うわむずいねこれ、くそむずいね、だーやられた。おい親父、親父踏むのやめろマジで、ふざけやがって、お前この野郎。よし、クソ猫リベンジマッチだ、潰してやるぜ。さて前回のやつを経て、ていうかここまでやり直すのね、全部やり直してきてるからね、この猫がどんどん三毛猫であるニャン、勝負だニャン、色目を使っていたのは知ってるニャン、使っていたニャン、それどころかスケベしたニャン、勝負だニャン、ほらイチャモンに耐えてみろ、生き残りイチャモンクイズ。20問、20問は多いよな。第1問、年齢当てクイズ、ユリアは何歳だ。ユリは41だな。グルルルルは正解なんだよな。第2問、年齢当てクイズ、レオは何歳だ。タメだから41。 OK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  当たり、来いよ。映画初夏のやつは黒田ではなかったんだよな、黒田ではなかったから藤田じゃない、藤田藤尾合ってる、よっしゃ。それでは第4問、風呂屋のレオが朝めてさ目覚めて最初にすることは、お茶は飲まない、風呂にお湯を入れるか歯を磨くか、どっちか、歯を磨く、どうですか。当たってる、よっしゃ。知らないけど。年齢当てクイズ、つぼやすは、つぼやすは55であってたっけ、あれ50歳だっけ、55で合ってるよ、俺。第6問、ところで俺はお前が嫌いだが、お前についてはお前より詳しいから55キロです、55キロです。甘いのだにゃん、俺の体重をちゃんと毎日ね測ってね、体重計でスマートに。年齢当てクイズ、ダンディーは、ダンディーは40ぐらいか37とかではないですか。ダンディー何歳だろう、ダンディーわかんねえ、ダンディーはわからんな、ダンディー何歳だ。あ、40か37だと思う、37、どうです、当たった、よし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 。それでは第8問、コットヤ、あの曲の、あの名曲のタイトルなんだっけ、金魚の恋の物語じゃない多分、うん、そうだろうな、まあそういう名前にするでしょう、普通に考えて。第9問、五郎が主催する真夜中の上映会、客として来てるのはミチルと、あとはパタヤンがいたらミチル、合ってる、おいおいおい来てるぞ。ノーダメで10問目、毎日4時に泣くのはニワトリ、コッケコッコーっていうからニワトリ、おいおい甘すぎるよ。猫さん、あれどうした猫さん、全知の姿をした人は山田伝、オッケー、合ってる合ってる、おいおい同じ問題出してきちゃう。第12問、釣りスモモばあちゃんはパタヤンが、あれどっちだっけ、結局外したんだっけ、128か129なんだよな、129、あ違う、128か、しまった、くそ、128か、ちょっとこれどっかにメモっとくか、後の人生のために。13問目、あーニワトリこれ何匹だっけ、さっき10じゃなかったんだよな、12、12じゃないか、クソ、2連続ダメージ、いて、あと 2問ミスれんのか。ねね、でポリスは何歳だ、ポリスね若かった気がすんだよ、確か28か、28か28か31のどっちか、28、違う連弾になってたんだよ確か、ナスが29歳か、ナスが29か、合ってる合ってる、よしよしよし。15問、こいつの地中人ヘリコ、正しい、おならのリの娘か、おならのリの娘で合ってたはず、オッケー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 。16問目来てる、矢部社の電話番号はヤニ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 ヤヤニヤニ、オッケーオッケー、ヤニヤニ。17問来てる来てる、始発は5時半だな、始発は5時半、30分刻みで30分に出発する、
4人の中で嵐山監督のファンは誰？嵐山のファンは嵐山五郎、バタヤン確か大好きだったでしょ。ファンクラブ入りたかったっつってたもんな。よし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 。第19問年齢当てクイズ。バタヤンがバタヤン何歳だっけ？30。オッケーオッケー。そう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 。あれもう勝ったんじゃない？最後の問題です。墓場に住み着いてる井上三郎丸は下町中の先生です。はい。この人の専門は体育じゃなかったはず。体育じゃない、体育じゃなくて社会国語。社会違う、英語は、英語の先生は駅のバス停のやつだから国語でもないな。社会合ってる。やった、俺様の一問に耐えちまいやがった。通してやるかにゃん。この扉の向こうが里美の心の一番深い闇の部分だにゃん。行けばいい、マオ。にゃーん。よっしゃー、突破したぞ。これめっちゃ嬉しい。いろいろ名刺で聞いたおかげだな、これ。よし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 。これ回復できんのかな？うまキャベツとか食べていい？これ。うまキャベツ、もぐもぐ。あんま回復しねえや。まあいいや。キャバレー、このあと何すんだろう。さとみさとみ、でも最後の門番っつってたからな、もう終わりかな。まだあんのかな、さとみと直接なんか急にストリートファイターみたいなバトルみたいな。あ、すごい前略さとみ様。あ、勝手に動くわ。僕はあんたが釣り亀で一番、世界で一番、宇宙で一番大好きなのでしゅ。最後の最後よ。愛を込めて、魔王より。通じるかなこの気持ち。おん、あ、出せるぞ。じゃあ出すか。良いラブレター、里美に届け俺の思い。行け。何？ついにマオの良いラブレターが里美の心に届いたというのか。ダバダバ、早速告白タイム。何この手、怖い。マスターハンド、マスターハンド怖すぎ。めちゃくちゃリアル。マスターハンドもそんな肘までないのよ。手首までだからやや可愛らしくて、可愛らしいのであって、肘まで来たらそれは怖いのよ。うお、すげえ、ガン首揃ってる。結局幸せって何ですかね。そうだそうだ、結局何なのか分からなかったぞ。下町中の生徒たちは幸せなのかしら、不幸なのかしら。それは自分が決めることだよ、とかいいっぽいこと言う。学校なんか通ってても通わなくてもどっちでもいいんだぞ。どっちが幸せかなんて先生にもよく分かんないぞ。深い。学校を卒業しても不幸なやつは山ほどおるからな。そうだよ井上先生、見えない明日が不安でたまらん時があります。俺も毎日そうだよ。俺はそういう時、幸せが何なのかよく分からなくなります。人は皆幸せを探し求める旅人じゃ。おお、ジャーナージャーナリジャーナリスト、違うか、ジャーナーだっけ。あ、英語が、まあいいや、何でもないです。探し歩いて疲れ果てたら休めばいいんじゃ。そうだよ、逃げてもいいし休んでもいい。父は息子の幸せが気になって不安で不安でたまりません。焦らないで校長先生、真央君なら大丈夫ですとも。今日この場所この時間に限って何が幸せなのか今の金ならわかるはずです。はっ、隠れるの下手すぎる。おい、体蹴んな。体を蹴んな。電柱こけてるし、後ろからこける、心配な形でこけたし。うわ、なんだこれ、なんかすごい人形劇だったみたいな、そういう世界なのかな。こいつら邪魔くせえ。こいつらフェードアウトしてほしい。ちょっと見えてる、筆が来るぞ。里見が、魔王よく来たなり。あー、これはオープニングにいつも出てくる鼻ベロンベロンおじさん。この人は誰なの、結局あなたは。こ、一目会ったその日から恋の花咲くこともある。どこかの彼とどこかの彼女、出会って恋して愛してチューリップ。
おい、タイトル回収ぞ。マオくん、あ、サトミ、サトミ来たぞ、とうとう。何時の名はマオくん、何時の名はサトミちゃん。貧しい時もひもじい時も二人で仲良く健やかに生きていきますか。はい、来てくれんの。あー、サトミいいの、マジで。誓いのチューしなさい。婚約だ、いいの。押すよ、チュー。うわー、世界で一番幸せなチュー、サトミかわいい。なんだよお前、マジでメゾン一国みたいなチューの交わし方するじゃん。囲まれてる。エヴァンゲリオンの最後になった。やったー、みんなが祝ってくれるぞ。ありがとう、俺ら幸せになるよ。長いね、チューが。あ、ロッキーかわいい。いやー、めちゃくちゃ笑顔じゃん、ナス、ナスオーバー。いやー、よかったよかった。大団円か、これで。うわー、終わったはい、ということでチューリップ実況プレイやらせていただきましたが、皆様ここまで見ていただいていかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃ面白かったですわ。なんていうかね、そのすごい説教臭くないんだけど、なんか割とその人生観をなんか客観視というか、ちょっとひねくれた路線で見せられた感じがしまして、なんか個人的にはすごく好きな作品でしたね。いや本当に、あとなんか展開が読めないのと、まあ、かなり確かにだいぶカットしてこの尺に収まってるんで、かなりあのなんていうんですか、ちょっと難しい面はあったんですけど、いわゆる初めてのラブデリック系がこのゲームで、あ、100ゼニお伏せしてるわ。ラブデリック系の初めてやったゲームがこのゲームで良かったなと思いました。いやー、なんか全部のキャラクターが魅力的で、ただコビンタだけはやっぱりあんまり、なんかちょっとまあ、許しましょう、コビンタを許してあげましょう。いや本当にね、町の人とみんな仲良くなってチューする、まあチューっていうこと自体がなんていうんですか、まあチューするっていうのは多分比喩表現であって、まあ、そんなこと考えてないんだろうけど、まあ、いろんな人とちゃんと深く知り合うためにはめちゃくちゃいろいろ大変だし、でもその代わりいろんな人と深く知り合えたらそれはとても幸せなことなんだなって思いました。ここの夫婦喧嘩とかもさ、なんていうの、まあ、あのお互いいつも喧嘩してても仲いいみたいな関係性あるけど、まあ、もちろん仲いいことに越したことはないけどね。いやー面白かった、乙女丼対短足ガーゼット。そうか、あの映画のシリーズもあるんだね。あ、ちゃんとロッキーの前ではこっそり歩いてるね。いやー面白かった、ここまでご覧いただいてありがとうございました。サトミいる、サトミ、サトミと談笑して、サトミと歩いて、いやーこのままこのままずっと幸せになれたらいいけど、サトミも俺も多分だから14歳なんだろう。まあまだ未来のことなんちゅうのは分からんが、まあいいんじゃないのか。あ、一緒に天体観測して星見て終わるんか。あ、サトミ天体観測してる、好きなんだもんな。あ、にゃんこ大丈夫、取らないから。おしまい。面白かった、ありがとうございました。またそれでは別の実況動画でお会いできたら幸いかと思います。終わりかな、これで。いや、めっちゃ面白かったわ。ここまでご覧いただいてありがとうございました。